高岡メッセージ3年ぶりの対面の会談でございますが、まあ天はかゆいところに手が届くところから解説を申し上げましょう。 G20 もう分かったように各メディア言っておりますが、 G20 の G は何なんでございましょうかということでございます。お答えは意外と簡単です。グループという意味です。で、20の国と国際機関が参加しているのでグループと言いますが、実はですね、この G がつくのっていうのは G2 から一番多いのは G77 まであるんですね。で、これは政治で区分けした場合の G です。ちなみに脱線しますが、競馬で G1 というと一番興奮するレースのことを言いますので、G がつくから全部政治とは限りませんけれども、政治の世界では G2 から G77 まであります。で、 G2 は2つの超大国という意味ですから、アメリカと中国の会談のことを通称 G2 と言います。で、日本でニュースでよく出てきます G7 は日本も入っておりますが、先進7カ国首脳会議と言われますが、ここにヨーロッパ連合もちゃんと入るということになっております。で、ちなみに G77 は発展途上のお国も全部入れますと、まあ、国連に加盟している国のそうですね、2分の1弱ぐらいの大きな数になりますけども、こういう連合体もあるということでございます。さあ、今回は主催国はインドネシアでありますが、バランスに大変インドネシアは気を配ってございます。で、そういうのは次のこれ挙げてくれますか。G20 っていうのはね、正式に日本語訳するとこうなんです。金融と世界経済に関する首脳会合です。ですからロシアとか中国はいつも言います、ウクライナ、台湾関係ないだろうと、それは政治じゃないかというようなことを言いまして、毎回議題で揉めるんです。ところがですね、これやっぱり西側の国からするとですね、政治と関係あるじゃないかと、ウクライナであんなことをやるから経済が混乱してるんだろうということで、中を取りまして、インドネシアはゼレンスキー大統領招待をいたしました。実際お見えになるかどうか別として招待をいたしました。そうするとね、申し上げているようにやっぱりバランス大事なんです、国際関係ではね。じゃあロシアは俺は行かないよということになりました。で、これ同じ大統領なんですけど、プーチンさんからするとこっちは30年選手である、何を最近大統領になったやつが同格で来るのかということになったわけです。で、バランスが大事なんです。そうするとウクライナはやっぱり身の危険もありますので、オンラインにしましょうか、言いますと、またロシアはバランスを持ち出してまいりまして、オンラインすらプーチンさんは出てこないということになりまして、ラブロフ外相ということになりました。やっぱりね、直に会うということが大事なんですが、会議自体は私から言わせるとみんなあまり実は期待してないです。というのはね、20カ国およびその、まあ、国際機関です、はい、1カ国1組織が5分喋って通訳つくだけで大変です、一巡するのが。そこで大事なのが、はい、ここでございます。コリドートークと言いますが、コリドーは廊下でございます。日本語で言うと立ち話です。これをそれぞれの最高指導者がやることが大事なんですが、まあ当たり前でございますが、こんなものは全部仕組まれている内緒話なんですね。で、今回ですが、バリ島のホテルあるいは国際会議場にはなぜか、はい、ご覧いただきましょう首脳が通るところにはなぜか不自然に椅子が置いてあるわけです、うん、そしてなぜか岸田総理が歩いてきて、あ、椅子がありますね、腰掛けましょうか。仕組まれてるんですよ、これ。仕組まれてますが座りますね。たまたま座ったのになぜかミネラルウォーターが2人も用意してあるたまたま座ったのにグラスまで2つあるわけです、はい、なぜか後ろには小さな椅子があって、はい、通訳がさも当然のように座ってるこちらからその相手のちょっとめぼしい国の方が来て座られると、はい、ああ偶然これです。で、仕組まれたたまたまが成功するためには、これね、ありがたいのは国対国の首脳会談じゃないので公式記録にもならなくていいです。つまり本音トークができるわけですね。しかし条件がございます。最高権力者同士じゃないと意味がないです。だからやっぱり、日本は首相が行きます。政治の最高権力者です。で、アメリカもバイデンさんが来ます。中国習近平さんが来ます。もう一番最後にものを決める人同士の仕組まれた偶然だから意味があるわけですね。で、そのためにバリ島に皆さん集まるわけですが、さあこの後米中の会談が行われますが、早くもサプライズです。この首脳会談は中国側のホテルでやるそうです。これアメリカ側からすると大変な情報でございます。アメリカは大体やっぱり中国と対等を狙いますから、この お互いのホテルではやらないで第3のホテルでやるなんてことが普通なんですが、今回は
中国側に行くことを決めました。でやっぱりね、こちら中国側は最近党大会で権力を盤石にしました。アメリカのバイデンさん、まあ検討はいたしましたが、まだ安泰ではないですね。上院のその議席は優位になったと言われてますが、ジョージア州の決選投票12月6日までは、まあ、まだ確定ではない。そうすると習近平さんの方に少し顔を立てて差し上げたというのがアメリカの本音か分かりませんが、さあテレビご覧の皆さんは明日にはもう全部明らかになります。今日の会談まだやってません。はい、どちらが右で、あるいは真ん中で、これ握手する場所でございます。で、はい、テレビなのにテレビですっていうのも変な話ですよ。テレビです、はい、ね、このテレビを皆さんからご覧になって、右側、こっちが待ち受けてる習近平さんになるのが普通です。ところが中国の偉い方っていうのは広い部屋の端っこにいて、相手の国の方がトコ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 歩いてくる映像を出すんですね。これ大変アメリカにしては屈辱です。ですから習近平さんが気を使って真ん中まで出てくるかどうか、こういった握手の場所も大変注目でございますが、さあどれだけ率直な話ができる。中国の嫌う3つの単語、ウクライナ、台湾、ウイグル、これはアメリカは言うでしょう。しかし中国は相も変わらず、これは金融の会議じゃないかというような返事をするのか、あるいは少し安心してくれ、そんなことはやらないよというのか、この辺が微妙なところでございます。はあ、明日のこの時間にははっきりと結果が出ますので、明日また詳しくお伝えをして、はい、ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10。